ルートビヒ一世の暗殺ルートビヒ一世は、バイエルン公、ライン級中白。夫一世の子。領土拡大を目指す一方、ランツフーとシュトラウビング、ランダウアンデアイザルなど、多くの都市と城を建設した。新生ローマ皇帝をめぐる内戦では初め夫四世を、支持していたが、後に、フリードリヒ二世に寝返った。1214年には、 ライン宮中博ハインリヒロクセ世が死去した後、ライン宮中博位を与えられた。後に、息子の夫二世がハインリヒロクセ世の妹アグネスと結婚し、ライン宮中博はバイエルン公と並んでビッテルスバフ派家の世襲となった。1221年、第5回十字軍に参加したが、失敗して捕虜になった。1225年、 フリードリヒ2世の着難・ハインリヒ7世の後圏役に任命されたが1231年ケルハイムで殺害された。バイエルン公領とライン級中白領はボヘミア公ベドジフの娘ルドミラとの間の一人息子であるオット2世が継承した。ありがとうございます。